はい、今回はですね、中国のアリエキスプレスで購入した、紫外線のライトですかね、これなんですけど、まあそれちょっと紹介していきたいと思います。まあ開封はちょっともうすでにしててですね、あの電池も入れてあるんですけど、まあこういう箱に入って届きます。まあここにね、外の袋があって、まあこれがそのままポンと入ってるという感じで、説明書も何もないです。まああの必要ないと思いますけど、でまあ中開けると、まあ、箱があって、まあこういう感じでライトが一つ入ってます。はい。まあ、正面から見るとこういう感じですね。まあ、100円ショップとかにね、売ってる、電池式の LED ライトのクオリティですね。まあ、高級感はもう全くないです。にストラップがついてるという感じですね。あ、そうそう。購入価格はね、送料込みで200円。200円ちょっとですね。まあ、決して高いものではないです。はい。まあ、普通の LED ライトと、普通の LED ライトだと200円はね、当然高いですけど、まあ、これが、ダイソーで売ってる LED ライトですね。はい。こういうライトですけど、まあ、もうこれと、まあ、外観は違いますけど、まあ、質は似たようなもんです。まあ、アルミの外装だと思われますけど、はい。紫外線のライトですからね。普通の LED ライトではないです。はい。で、まあ、後ろをこう回してやると、こういう形で開くので、でこの中に、まあ、もうすでに電池はちょっと入れてあるんですけど、こういう感じでね、使用電池は単4が3本ですね。まあ、よく LED ライトにある感じですけど、はい、こういうので、これですね。この電池が3本入る、ケースがあるので、まあ、そこに、まあ、電池は付属してないんで自分で買う必要がありますけど、こう電池を3つ3本入れていくと。マイナス側にスプリングがついてるんで、まあ、わかりやすいですね。はい。に、こういう形で、電池を入れてですね。そして、まあ、これ挿していくのかな。はい、どっちが、あ、ここに矢印が書いてますね。左向きの矢印があるんで、まあ、それをこう先端に向けて入れるというので、2マイナスのこれ受け側ですね、に刺すということです。で、この蓋のところにはパッキンみたいなものはないので、まあ、防水はないみたいですし、で、あとちょっと先回してみた感じなんですけど、すごいね、ザラザラした感じがあるんで、ここはアルミだと思うんですね、この部分。にここの抵抗が大きいと、こう回してる時にですね、このアルミが削れてきて、最悪もう蓋がきちっと閉まらなくなるんで、なんかね、シリコングリスかなんか塗っておいた方がいいと思います。私が過去に使ってたライトもね、グリス使わなかったら、ここのね、アルミ柔らかいですから、ここがだんだん削れてきて、このネジの山がなくなってくるんですね。そうするとこの蓋を閉めた時に、引っかかりがなくなって、まあ、スポスポ抜けてしまうということになりかねないですから。まあ、グリスをね、ちょっとここに、山のとこに塗布しとくといいと思います。はい。こうやって閉めると、はい、これだけですね。に、スイッチは後ろにあるんで、ここですね。ゴムのスイッチがあるんで、これを押すと、はい。カメラだとちゃんと出ないですね。これ、実は光ってるんですけど、わかりますかね？青い光が出てると思いますけど、ちょっとカメラじゃ映りにくいのかな。こういう感じですね。青色です。青いランプが光ってますね。ということですね。で、こういう紫外線のライトでちょっと必要、注意すべきことが、これ、ただの青い LED ライトという可能性もあるんですよ。まあ、実際そういう製品もあるらしいんですけど、実際、ただの青い LED ライトだと何の意味もないんで、まあ、これでね、ちょっと本当にこれが、紫外線のライトなのかというのをちょっと見ていきたいなと思います。
ちょっと手元にある中では、そうかな。このあたりが何行きましょうかね。まあ、日本円だとね、ちょっと試してみたんですけど、ちょっとわかりにくいんで、手元にある中だと、これ行ってみましょうか。韓国のウォンですね。